続いては、パネル問題です、はい。皆さん、カイコっていう昆虫はご存知ですかね。はい、はい、絹糸を作るカイコ、いろんな品種がいまして、あ、はい、今回ですね、カイコの品種いろいろ揃えてみました。語群が、見えてる語群がそれですね。ただしですね、5個この中に実在しない品種がいます。順番に、いると思う品種を答えていただいて、はい、正解したら1問あたり3ポイントです。うん、分かってる。正解したら1問ごとに3ポイントが多い。はい、で、間違ったらその問題ドボンになりまして、はい、最後の1人になるまで続けます。はい、お助けカードを使われる方いらっしゃいますか？ここ行こうかな。お、はい、行きますか、丸沢さん。はい、アンブロシア。あ、はい、あ、得点2倍です。あ、アンブロシア、これ強いね。強い、はい、そうですね、一発目でさえ間違えなければ、はい、どんどん点が入りますので、じゃあ行きましょうか。じゃあ丸沢さんから。あ、俺から、はい、逆に言うと極光以外はいるんです。います、はい、近づいてます。詳しい人でもめっちゃ悩むぐらい、はい、漢字読めないやつはどうしたらいいですか？言ってもらえればあの読み方を教えます、はい。どうしよう、ちょっと怖えな。なんか見たことあるのが結構多分あるんですけど、なんか引っ掛けっぽいのもあるから、はい、なんかね、まあそうだね、最初は見たことあるやつからどんどん答えていくのが多分皆さん、他の人は見たことない人ばっかりだと思うんで、28分の、いや自分を信じられないな、もう。はい、じゃあ、里山黄金、はい、里山黄金、あ、黄金か、はい、はい、こちら、カイコの品種です。よっしゃ よっしゃ6点入る、よっしゃ、でかい、はい、じゃ次、川さんと、はい、はい、漢字いった方がいいのかな、はい、品種、いやでも、まあ、カイコですもんね、はい、うん、白ですよね、はい、だから白銀、いや思ったのよそれ、でこれでも引っ掛けっぽいけど、まあ白銀、はい、はい、こちら、カイコの品種です。よっしゃー、オッケー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 、はい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 、なんだろう、このテンションで言われると一瞬、あ、間違えたか、いや、そうなんですよ、入り怖すぎる、怖いんですよ、はい、じゃあ、谷口さん、やっぱそのツイートなってるものとか、はい、なんか並んでるやつはどれかは合ってると思うんで、うん、シリーズ系ね、シリーズ系、うん、ありますね、確かに、キ塾、黄色い、あ、塾シリーズ、だ、やばいよ、キ塾、いや俺キ塾、いや塾はほんまに、いやキ塾あるし、じゃあキ塾です、はい、こちら存在しません。しかも次誰かが間違えるまで答えられないですもんね。あのドボン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 か、はい、サバイバル1点も取れず、終わった、うわー、いや攻めた結果でしょ、強制した後失格なんだよ、ダッセー、うわー、怖いなー、今強制してればあの誰かが生き残る、うわ、そうか、はい、そうか、それもあったのか、そうかそうかそうか、じゃあ僕は八王さんってことはよ、はい、赤、青、熟、うんうん、正解の可能性一気にアップしたってことになるんですよ、めちゃくちゃ赤になってる、うん、多分あれじゃない、なんか赤いなんかこう眉作るみたいな、あ、なんかちょっと見たことあるような気がする、いや赤あるぞ、なんかでもここで3つともドボンにしてくる性格の悪さも持ってる、これ俺はもう分かってるよ、こいつ全部、うわー、これ違う、これはすごいぞ、超熟ってのがあったらね、絶対ドボンだったら分かった、食パンです、パンだからな、まあ赤いっとこうかな、赤熟、はい、はい、こちら、カイコの品種です、おー、これはありがたい、なるほど、強制使ってないで強制できたんじゃないな、確かに確かに、そうだな、強制です、さあ盛り合うと、こう、いやでもこうなると赤と青があるから黄色入れたのか、うん、赤だけあってじゃあ黄色と青入れた、でも心理戦だな、でもじゃあ青と、いや赤だけの時にいかないもんな、いや、そうだと思う、ただでも怖いな、やめとこうかな、だったら
小石丸、新小石丸シリーズ、うん、いや、このシリーズもね、いや、これもどっちか小石シリーズ、玉小石もありますね。あ、そうか、玉小石もあるか。新小石丸がある、実は新だけあって、じゃあ小石丸っていうドボン作るみたいなのもありえそうなんだよね。なるほど、わざわざ新ってつけないからな。この考えてるのがすでにもう思うツボだと思いますけど、逆に新なんてつけなくないですか、ドボンで。確かに新仮面ライダーって映画だけ先に作んないもん。はぁ、怖い怖いよ。怖いっすよね。私これ外したら熱話の二の前だもん。そうそうそう、うん、言ってもらえろ。ちょっとじゃあ一応ありそうな方からいこうかな、はいはい、なんかあれ、黄色に白の、はい、黄白です。黄白いいっすね、確かに。これだったから黄熟黄熟つくから、ね、そう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 、黄色なんだよね。じゃあ黄白、はい、で、はい、こちら蚕の品種です。どうしたこれは知ってたのよ。つまんねえよ。つまんねえよ。黄白は有名な、有名なんですよ。有名なんですよ。有名なんつぶしてくれた。しましましましうわー、オスとメスで、眉の色が違うっていう。なるほどね、すごい。なので、実験とかでよく使われるのが黄白です。オスとメスの検定がしやすいので、はい、さあ、黄白が潰れました。調べたら出てくる名前です。なるほど。それでは、マスターさん2周目です。どうしよう、うわー、ちょっとこっからはマジで分かんないな。はい、セリシンホープ。セリシンホープ、いや、これはちょっと競争の名前じゃない。セリシンが、なんか眉に含まれてる成分なんですよ。え、はい、なるほどね。だからなんかあるんじゃないかな。それはありそう。それはもう知識でいただいてるな。セリシンホープ、これが、蚕の品種です。よっしゃー、よっしゃー。よっしゃー、いや、俺すごいな。さらに6点プラス。おっしゃ、おっしゃ、でかいな、それ。セリシンがおっしゃるように、カイコの眉に。アンブロシア、アンブロシア、強すぎ。続いて川さん。いや、だからその青熟がまだ残ってるんですよね、はい、青熟。いや、怖いな、でも。青塾ね、確かに青塾問題が、青塾問題ありますよね。いや、まあ、他の3択いってもいいけど、マイソール、マイソールとピュアマイソール、ピュアマイソール、あの子の名前でしょ。マイソール、マイソール、マイソール、プラチナボーイ。ほー、なんやろ、マジでなさそうなのが8。蜂蜜ミルクとかどうなんやろうな。だって蜂って違う虫ですよ。確かに。確かに。そう。黄色と白みたいなことなのかな。いや、ありそうなんだよな。そういうちょっと。なるほどね。淡い黄色みがかった白の。あの辺むずい感じの方も気になるけど。鬼全然答えます。あの鬼のやつなんですか。鬼チジラです。これでもこれは今のさ、ちょ正直ちょっとそうなのよこれ。もう鬼チジラ、だって鬼チジラってこれ偽選択肢だったらいっちゃうわ。そう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 、あるからじゃん。あるから、ね、鬼チジラ、チジラは出てこないっす。なんか他に引っ掛ける意味もないもんな、これが。いや、ちょっとこれいきます。鬼チジラを、はい、はい、鬼チジラ、こちら、はい、蚕の品種です。よっしゃー、オッケーオッケー。いや、こういうのやっぱ潰していった方がいい。いや、これ今のいい戦略だな、ちょっと。そうだ、そうだ。全部一応聞こう、俺。新感じを聞いて。いや、そうですよね。確かに。そうか、聞いていいんだ。うん。はい、チジラ。はい。じゃあ、大久保さん。じゃあ、黒金の一個右ってあれ、なんて思いますか。はい、確かに。処刑です。処刑。処刑。ああ、まあまあ、読めるけど。じゃあ、鬼チジラの一個下は。鬼チジラ。また昔。あ、まあ、また昔か。まあまあ、また昔。里山小金の右がちなみに聖教ですね。聖教、大学だ。まあこれ何とも判断が、でも熊本系白龍がね、ちょっとここに来て、はい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 、はい、気になりますよね。まあ龍の形に見立てるみたいなこと、太鼓か。まあ青塾かそっちなんだよな。青塾がでも答えました。確かにそう、青塾が怖すぎる。青塾もアンパイさすがに。本当にはい。いや、普通に言うてる
5分してるから何でも言える。俺何でも言えるけど、でも普通にドボンで 5分の2を熟にやるのはめっちゃおかしい。それをやるのが俺かわかる。やるんだよ、こいつやるからな。まあ、青のなんか介護のやつでなんか見たこと、映像見たことある気もするんだよな、なんか色付き介護みたいな。あれ後から染めてるやつとかさ、果物の名前からヒント得てとかもありそうじゃん。なんかそうなんですよね。小石シリーズとかはかなりね、果物っぽい、そう、梨っぽい感じありますよね。いや、俺青塾行くわ。青塾行きます。うわ、行った。はい、めちゃめちゃ成熟でした。成熟この確定演出が怖いですか。逆にね、逆にいいやつ、読み方分からない、確かにいいやつ。太古の品種です。ああ、そうか。はい、強制。強制じゃない。さあ、森山さん。あ、うわ、その、そうですね。成熟ですとか言われたら確定ですね。ね、うん、いやね、確かに。夏子。夏子は気になってる。夏子は気になる。うん、どんなイントネーションですか。イントネーションでイントネーション。夏子ですね。わあ、普通だ。普通だね。そう、他にその名前っぽいのがなくて一個だけ夏子なのか、うん、確かにね、っていうので、うん、あ、でも堀川さんの元カノの名前か。ああ、確かにそういうことか。匂わせを、匂わせを入れるんですか。元カノがタイプだったら2枚抜きいや、そう、他とのなんかその悩むあれがないから、うん、いっちゃおうかな。夏子、攻めたな。こちら、カイコの品種です。元カノの名前ではないです。あ、違うんだ。違うんだ。違うんだ。ローザか、じゃあ元カノは。小石丸の。小石丸。小石丸。そんなもんないね。はい、マラソンさん、参照。あ、これどうしようかな。はい、処刑お願いします。うわ、これな、はい、うん、そうだな。こちら、カイコの品種です。よし、早い早い早いわ。よし、いや、全然出ないな、うん、はい、こんなの最初に脱落するやつやばいから確率的に。いやいや、俺のカイコの塾が取れたんだ。感謝してほしい、マジで。やばいよ、普通俺は基軸を見せたら得意だから。じゃあ、川さん。はい、黒金の上は普通に桃、桃服です、うん、なんかね、なんかいっぱいありそうな名前なんだよ。まあ、でもそう。いや、熊本系白龍行こうかな。はい、うわ、はい、ちょっと熊本系白龍、これ、はい、こちら、カイコの品種です。よっしゃ、そうよな。よし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 、これ潰してもらえたらちょっとでかいですね。はい、コインの品種かなんかかなってちょっと思ってたんですけど、なんかそれ確かに金魚とか。きれい。それでは大久保さん残った。小石丸シリーズ、うわ、攻める、攻めるぞ、開きます。まあ、小石丸言っといた方がいい気がするんだよな、はい、新小石丸選択肢がある人、うんうん、小石丸、はい、小石丸、こちら蚕の品種です。おわー、一番アッパイな気がしたんだ、これが。それでは森山さん、ちょっとまあだから異質なのか、意外とありそうなんだよ。群馬200。いや、これやばい。群馬200でいきますよ。群馬200国とかでしょ、どうせ。こちら、カイコの品種です。おー、群馬200。群馬200、群馬200だね。ヨネの2000が出た後は群馬200。群馬は結構、カイコの生産が盛んな。あ、確かにね、富岡製糸場とか。はい、おー、それでは、丸沢さん。うわ、どうしようかな。で、ツバメが死んでますけど暇なの。ツイッター見ていい、楽しんでいい。ダメだよ。はい、聖教。うわ、来た、はい、あ、聖教、はい、これは確かにね。こちら、カイコの品種です。よし、よしよし、これ作れないもん、ダメ。そうそうそう、これ作れたらやっぱ大喜利強すぎる、確かに。聖教って、幼虫も黒くなる品種。なるほど。それでは川さん。はい、まあ、そうか、確かにな、店で作るとしたら変やもんなっていうのが、まあ、いや、プラチナボーイ。ランプさん、プラチナボーイ発音ですか。発音聞きたいですね。発音聞きたいですね。プラチナボーイ、プラチナボーイ、プラチナボーイか。あれはブレないな。
いや俺的にはやっぱその彩りほのぼの蜂蜜ミルクのほのぼなあの辺、はいはい、ほのぼシリーズね。そうなんですよ、上にナツコもあるから。そうそうそう、そうナツコもあったから。そうなんですよ、あの辺すごい意外と安倍かもしれないですけど、蜂蜜ミルクがちょっとなこれダミーっぽすぎてあるんだね。いやそうそうそう、そうなんですよ、蜂蜜ミルクか。うわぁ、行った行った。2人目のドボンだ。蜂蜜ミルク、やばい。うわぁ、蜂蜜ミルク、こちら、チューリップの品種です。うわぁ、うわぁ、ありがとうございます。そりゃそうでしょ、あれ。蜂蜜ミルクが最高なわけないでしょ。なんだったんですか、もう嬉しそう。あんなにやつだよ、みたいな。いやマジで分かんないよ。ちょっといやもう蜂だからそろそろ行こうかなと思ってたんですよ。怖っ。よっしゃ。わあ。これは大久保さんですね。ここから厳しいよ。くだからさっきの盛況とかの大喜利強いで言うと、うん、あもういもう行こうよ。かなりこれもね、確かにな、大喜利強いグルに入るんだよ。うん、行きます。いやちょっと待って、蜂蜜ミルクもでもねボツになったっていう、はい、これ勇気欲しい。まあでも、そうかそうか、まあでもコードってそうだもんな、確かに、うん、線みたいな、解雇だ線がみたいなこと。アモイモリコードいきましょう。おー、あアモイモリコード、こちら解雇の品種です来た。何を興奮してんだ俺。僕らがアーダコーダ言ってる時のニヤニヤしてるランプさんの顔ちょっと見てほしいですね。確かにそこね。めっちゃニヤニヤしてる。すごい嬉しそう。いやさ、はい、終わってほしいですね。ね、これ終わってほしい。早く終わってほしい。ずーっと青色だった。色が見たいですね。早く勝ち取ってくれ。あと3個ですね。あと3個。ボリューがもう12個だから余分です。なんか白銀っぽさがあるからやっぱプラチナボーイっていうのはあってもおかしくないですよ、うん、いやそうですね、マジでプラチナボーイで、はい、うん、プラチナボーイ、こちらカイコの品種です。うわプラチナボーイ、ちょっと取っといたのにな。プラチナボーイか、まだ余裕あるんだ、取っとくって、はい、銀色っぽい、あそうですね、銀色っぽいのかとかね、そうあるんですよ。アルサーさん、そうか、そうで行かれちゃうとな、どうしような。また昔、はい、うわこれもね、また昔、また昔、また昔で、はい、お願いします。こちらカイコの品種です。すごいわ、うん、よしよし、ちょっと、はい、もともとはカイコの品種は丸い眉が多かったんですけど、俵型の、はい、新しい品種は長短型というか真ん中がくびれるやつが多くなって、その後、出てきたまた俵型の品種で、また昔みたいな俵型の眉を作るというのがまた昔の品種で、こちら大久保さんです、はい、そこら辺のどことも属してない系、黒金、はい、逆張り、はい、白いカイコは逆に黒、はい、なるほど、黒金ですね、はい、こちらレッドブル翼が、大学1年生の時に組んでたコンビです。うわうわこれうわーやったけどありそうと思ったんですよ。これちょっと一気にいけるぞ。組んでてよかった、黒がね一気にいけるぞこれ。あとだから今でしょ、ね、東京都立大の学内うわーさあ黒がやな、俺と言ったら黒がやでしょ、こっから2つか、こっから2つか、すごい、サービス問題サービス問題だった、これはうわーでもやっぱ学生俺嫌いやね、俺はいろんなところで気にしますこれ。さあさあ、あとハズレが2個です。2個ですよ、ちょっとここで取れるだけ取んないとな。そうですよ、どうやったら選ぶ系強いから、いいですか、はい、カイコ、卵っぽい形とかイメージもあるので、エッグカート、白いしね、卵ね、はい、エッグカート、こちらカイコの品種ではありません。ありません。ええではありません。え、ありません、はい、ありません、ありませんだった。うわ卵をストックしておく。
です、はい、あれかあれ冷蔵庫の中の冷蔵庫の中のあれです、ね、あの部分、はい、あれの英語ですね。あの部分解雇だと思ったってこと。うそ、はい、今結構大丈夫そうな感じで言ってたけど。ということは、最後一個のハズレが、桃服でした。うわこれ絶対俺それ黒ネタだったらそっち行こうと思ってた、はい、うわすごい。ちなみに桃服は何すか。あのカップラーメン作ったおじさん。うわー、はい、うわちょっと、いやなんかね、そうお菓子っぽい名前だから、はい、ちょっと、ね、え、じゃあ触らなかった。小石丸、新小石丸、玉小石も、うん、シリーズ全部あります、はい、全部ある、マリソールもそうだったんだ、はい、あー、そういうのあんだ、うん、逆性格、なんかそう、基塾出たからそれすごい。いやー、そう基塾なんて基塾にやられた基塾にやられた、はいはいはい、あっさり終わった、あっさり終わった。どうしたんですか。もうちょっと点欲しかった本当に、本当にやりたかった。でも、そうです、沢さん33点。よっしゃ、アンドロシア、アンドロシア、アンドロシア、えぐいわ。もうちょっと嫌いだったけど、キクイムシ好きになりました俺マサさん33点で、カワさん11点、レッツが5点。5点で、なんで分かるな。なんでずっと分かんない大久保八億さんが、28点。うわぁ、やった、おぉ、やったやった、まくってるわ、まくった。だよ、森山くんが17点ですね。うわぁ、まだいけます、まあ、まだまだ、ね、まだいけます、はい。皆さん、お助けカードをまだ使ってないのが多い。確かに、お助けカードって効果あるんですね、やっぱすごいな。あるある、いやこれはちょっと使いどころ良かったな。それでは最後に、確率を締めてみます。くれる、まるで私は背高穴ばっち。